首脳陣ゼロワネ巨人軍6月大失速5つの超高ボルテ日デジタル回収2013年6月3日首脳陣が思わずゼロワネ巨人軍6月大失速5つの超高ボルテ日72年ぶりの開幕7連勝で何により首位を快走してきた原巨人セパ交流戦が始まって失速はしたもののセリーグのペナントレースは今年もジャイアンツのぶっちぎりそう感じているプロ野球ファンは少なくないはずだ。7原辰徳監督以下巨人首脳陣は今後のペナントレースの戦い特に6月の試合運びをかなり危険視しているという。5月5日長嶋茂雄と松井秀喜氏の国民栄誉賞授与式でお祭り騒ぎになった東京ドーム絶対に負けられないこの日の広島戦をロペスの決勝ホームランで快勝し巨人はこの時点で勝率7割3分3厘貯金14と独走状態でした。スポーツ指揮者それにもかかわらず試合後巨人首脳は鎮痛な面持ちでこう語ったのだ。独走数字上はねでもうちは外野手が2人いや 2.5 人死んでるからねいつ心に投げるかわからない死んでいる外野手2人とは左ふくらはぎ肉離れで戦線離脱した高橋由伸と右手小指骨折で入院調整中のウォーカーのこと。高橋が主力なのは今でもないが今シーズンのウォーカーは開幕から打率3割近くをキープしホームラン6本と絶好調離脱するまで内野手のロペスと2人で35得点12本塁打を叩き出し巨人開幕ダッシュの立役者となっていた。そして 2.5 人の 0.5 に当たるのが嘆き不振の長野久義。今季の長野は入団以来新人王首位打者最多安打と3年続けてタイトルを取った男とは思えないスランプが続いている。由伸とウォーカーは6月初めには1軍に戻ってこれそうですが試合感を取り戻すには時間がかかりますからね。由伸には古傷もあるしウォーカーに開幕時の爆発的な嘆きを期待するのはここでしょう。スポーツ紙デスク長野も一時的に復調の兆しはあってもいい時が長続きしない。野球解説者の江本武史の氏は言う。長野の嘆き不振が原因で今年の巨人は1から2番が固定できていない。これがチーム全体に良くない影響を与えてますね。今シーズンの長野はバットが外回りしていて肘が締まってないんですよ。ボールを追いかける感じで振り回してばかりいる。巨人も悩ませる不安の種は外野 2.5 人かけだけではない。2つ目の不安は松井ショック。前日の長嶋氏と松井氏の国民栄誉賞ダブル受賞でメディアは松井秀喜巨人監督誕生と大騒ぎしたがペナントレースを戦っている真っ最中の松井監督就任説は選手にも監督コーチにも違和感があったことは確かです。実際河合ヘッドコーチなどはそうだいい気分のものじゃないよ。原監督も同じだと思うとチーム内の空気を代弁していましたね。巨人担当記者やはりチーム内に動揺があったのかダブル受賞式後の巨人は6勝8敗5月23日現在と負け越している。原監督のうちは試合で19打数1安打と急降下。これは偶然なのか、はたまた麻酔薬効果だったのか気になるところだ。失速の予想3つ目は投手陣が抱える不安だ。交流戦は日程的に余裕がありますが、瀬戸公式戦に戻った時に先発ローテは投手6人で回したい。それだけに今季の開幕投手を務めた宮國亮城の運持ちは誤算。先発の駒が1枚足りなくなったわけですから。ベテラン記者左腕杉内俊也がピリッとしないのも頭痛の種だ。交流戦初戦のロッテ戦でも杉内は6回途中で降板。杉内自ら最近丸い目とぽつり。原監督のリズムが杉内のリズムにならなかったということとになりきった表情でした。前日巨人担当記者大物ルーキーの菅野智之はリーグトップ界の5勝を吐いているが、新人離れした投球術とマウンド度胸を持っているかのですが、これから冬になると体もバテてくるし、相手チームも攻略法を変えてくる。これまでのように勝てるという保証はありません。前度6月4日公開のボルテンに続く。首脳陣が思わず弱め巨人軍6月大失速5つの超高ボルテンにデジタル回収2013年6月4日首脳陣が思わず弱め巨人軍6月大失速5つの超高ボルテンに野球評論家の黒江徹さんの氏は中継ぎ投手の不安を指摘する。今年は中継ぎの福田聡、高見京介が良くない上抑えの山口哲也、西村健太郎を使い進んでいるのが気になりますね。今日山口を使うなら2イニング投げさせてもいいから西村は休ませるとかね。その反対でもいい。元試合2人に1イニングずつ投げさせていると2人ともヘロヘロになってしまいますよ。それでなくても梅雨時は疲れがどっと出てくる時期だからね。何より証拠5月5日の時点で 2.74 だったチーム防御率が徐々に落ち始め3点台に突入している。巨人にとって4つ目のそして最大の不安材料になりそうなのが大黒柱阿部の体調だ。左振り傷を抱えている上今年の新之助は WBC に合わせて早くから体を作ってきましたからね。飛ばしすぎた助は長いペナントレースのどこかで必ず出てくるはずです。前出スポーツ紙デスク実際原監督も相当気を使っているようで当日移動の試合では新之助をスタメンから外すなどの配慮をしています。交流戦は DH がありますが彼が星をやらないと今度は投手のリード面に影響が出るから悩みどころでしょうね。前同親がめこけたらじゃないが今の巨人は新之助こけたらみんなこけたになりかねないチームなのだ。巨人失速5つ目の兆候はドームでの試合に慣れすぎて遠征に弱くなっていること。見ていると今年の東京ドームはボールがよく飛ぶ。こすった当たりでもスタンドに届くいわゆるドームランが復活した。それで巨人の打者も自然に大振りになって細かい野球ができなくなってきている。だから外の球場へ行くと打てなくなるわけです。同前出の今年も同様にこう指摘している。今年の巨人の特徴は地方遠征で弱いこと。東京ドームで戦っている時はすごく強く見えるけど地方で見るとそれほどでもない。チーム力にスタミナが感じられないというかドーム仕様の温室野球になっているんじゃないのかな。これら5つの不安材料が6月に一気に爆発しそうな巨人。交流戦後には絶好調の阪神をはじめ調子を上げてきたチームが迎え撃つ。今年の阪神はメジャーなりの西岡福留の補強が成功しルーキー藤浪の加入で投手陣にも活気が出てきた。巨人に勝ち戦うとしたらやはり阪神が本命でしょう。前出黒石セパ交流戦をきっかけにペナントレースの流れが変わることは過去にもあった。上昇軍団に忍び寄る不穏な兆候果たして原巨人は雨の蹴ることができるのだろうか。2000本安打達成記念対談谷繁元の部活への通過か思い通りにならないから我慢して次に答えを出すしかないんです。中プレニュース2013年6月3日2000本安打達成記念対談谷繁元の部活への通過か思い通りにならないから我慢して次に答えを出すしかないんです。プロ野球史上最も遅い25年目42歳4ヶ月での2000本安打達成それは裏を返せば現在に至るまでキャッチャーとして圧倒的な存在感を示しポジションを守り続けてきたことの証でもある。プロのキャッチャーとしての基礎を作り38年ぶりのリーグ優勝と日本一の美酒を味わった甲斐を横浜時代2002年の FA 移籍も一度も B クラスに落ちたことのない常勝チームの司令塔として投手陣を引っ張り続ける中日時代25年間最もしんどいポジションで飯を食ってきた大ベテラン谷繁元信の神髄に江夏豊氏が迫る。優しい顔の鬼星谷繁を育てた江夏まずは通算2000本安打達成おめでとう。谷繁ありがとうございます。自分ではあまりピンとこないというか本当に打ったのかなという感覚なんですけどね。江夏でも2000本といえば一流バッターの証だよな。谷繁僕の前に達成した43人の方は皆さん一流だと思います。江夏そしてついにあなたもそこに仲間入りだ。谷繁いえ自分は大したバッターじゃないと思っているので2000本まで24年とちょっとかかりましたし江夏それだけ長くやっているのは谷繁といえば誰もが認めるボールを受けるだけリードだけで飯が食えるキャッチャーだからだと思うよ。谷繁自分でも打つ方より守りの意識が強いんです。僕が試合に出る理由はある程度試合を作ってなんとかかっていくこと常にそう考えながらやってきたおかげで2000本までいったのかなと思っています。江夏星としては野村克也氏古田敦也かっこ矢について3人目素晴らしいの一言だよ。2000本目を打ったのは神宮球場でのヤクルト戦だったけど達成の瞬間相手サイドからもたくさんの温かい拍手があった。野球ファンがあなたの功績を本当に認めて敵だろうが味方だろうが称賛すべきだと感じていることを実証したシーンだったと思うよ。谷繁あの一瞬は本当に嬉しかったですね。江夏テレビ局もあの時うまい具合にご両親を映して見ている者の胸を熱くさせた。
それで谷繁の野球人生は終わりなんじゃないかというくらいよくできた映像だったよ。かっこ笑い。谷繁、はっはっは、笑い。えなつ、まあ、それぐらい心を動かされたし、ヤクルトの宮本慎也が花束を送ったのも微笑ましかったね。彼も守備の人だったから、昨年2000本安打達成の時は周りが盛り上がって落ち着かない部分もあったらしい。あなたの場合は何か変わった？谷繁、やっぱり自分の実感以上に周りのみんなが騒いでくれましたね。プロ野球選手ですから、たまには騒がれるのもいいかなと思いました。かっこ笑い。えなつ、そもそも25年前、高校からプロに入って、ここまでやれるという意識はあった。谷繁、全くなかったです。40歳を過ぎてもやれるとか、2000本も打つなんて本当に1ミリも考えていませんでした。えなつ、それも宮本と同じだな。かっこ笑い。あなたは太陽、横浜、かっこ現横浜でなって13年間プレーして、中日に移ってから今年で12年目、いろんな人との出会いがあったと思うけれど、例えば横浜時代、同じ星出身でバッテリーコーチ、かっこ1993から95年、監督、かっこ96、97年、年で下尾や秋彦氏の指導はどうだった？谷繁、大家さんから教わったことは、僕の中ではかなりの上と占めると思います。えなつ、具体的には、谷繁、まずは一つ一つの球種、例えばカーブというボールに関するいろいろな知識ですね。それと、人を見るということの訓練、野球だけじゃなく、日頃の生活から常に人を見る訓練をしなさいと、よく言われました。えなつ、彼は優しいだろう。谷繁、そう思いますよね。実は鬼です。えなつ、嘘だろ、かっこ笑い。谷繁、いや、本当です。練習だって本当にきついですから、優しい顔した鬼なんです。えなつ、じゃあ、我々はあの顔に騙されてたのか、かっこ笑い。谷繁、そうです。妥協は一切なし。もう無理、とこっちが思っても、平気な顔でノック打ちますから、もうダメだとちょっと演技すると、普通はよっしゃ、じゃああと3本、とかいうことになるんですけど、かっこ笑い。大家さんはまずないです。えなつ、はっはっはっは、笑い。そのあたり、現役当時はチームも違ったし、よう知らんかった。まして、ピッチャーの立場から見たら優しいキャッチャーという印象もあったしね。例え打たれても決して、ピッチャーの投げた球がどうだったとか、俺のサインに首振ったとかいうような人じゃなかったからな。谷繁、まさに、そのことも教えられました。とにかく我慢しなさいと、キャッチャーは自分の思い通りになるわけがないんだから、そこをぐっと我慢して、ちゃんと次に答えを出しなさいと、よく言われましたね。バッテリー関係は小さいことの積み重ね。えなつ、いい出会いだったんだな。その後、中日では8年間、落合博満、かっこ博満という監督の下で戦った。谷繁、落合さんが就任される前年、僕は一応レギュラーとして試合に出ていたんですが、レギュラーとは思っていないというようなコメントを新聞を読んで知ったんです。しかも、2月1日、キャンプ初日に紅白戦があるから、それまでにしっかり体を作ってこいという通達があった。こりゃ、そこにしっかり合わせて、自分を見てもらわなきゃいけないと思いました。えなつ、キャンプといえば、落合監督は通常の4つの1休みをやめたことも話題になったよな。谷繁、基本は6つの1休みでした。えなつ、一種独特の指導者だったからね。練習方法にしたって、言葉一つにしたって、いろいろとまあカチンとくることもあったと思うかっこ笑い。谷繁、まあ人間ですからかっこ笑い。ただ、今振り返ってみると、あのキャンプを経験したからこそ、選手として長くできているということもあると思います。えなつ、プラスになった。谷繁、練習の内容にしても量にしても、ある程度の体を作ってキャンプに入れるように、シーズンオフの過ごし方を前以上に考えるようになりました。昔はそこまでじゃなかったですから、えなつ、自分も現役時代はそうだったけれど、オフは遊び疲れて、さあ、ぼちぼち野球したいから始めるかという、谷繁、昔は4割、5割という感覚で2つのキャンプに入っていたのが、最初に7割から8割で体を作ってから入ってみると、例えば靴の1休みでも意外に楽だったんです。えなつ、それと、これは横浜時代もそうだったけれど、あなたはキャンプでよくブルペンに行ってボールを受けているよね。谷繁、できる限り受けるようにしています。えなつ、実際、受けるだけで相当スタミナがいるような。谷繁、そうですね、かっこ苦笑。特にキャンプの始めの頃はきついです。えなつ、立ったり座ったりの繰り返しで、周りで見ている以上に疲れる練習内容だよ。あれはいつもキャンプでブルペンを見させてもらいながら、もう若くないのによくやっているなと感じていたんだけどね。谷繁、逆の立場になって考えれば、それをやらないとピッチャーはなんで受けてもいないのに俺のことがわかるんだ、という気持ちになると思うんです。僕だったらそう思いますよ。だから、ちょっとでも時間があれば見に行くし、ちょっとでも受けたいんです。えなつ、嬉しいんだよね。若いピッチャーにしてみれば、レギュラーキャッチャーが受けてくれるというのはね、谷繁だと思います。いくらベテランのレギュラーキャッチャーでも、なんで受けに来ないの？という疑問を感じたピッチャーは信じてくれないですから。えなつ、そういう気持ちが、試合でバッテリーを組んだ時にふっと出てきてしまうケースがある。それも大事な試合、大事な場面ほど出やすいものだから、やっぱりちょっとでもボールを受けた方がいいよな。谷繁、小さいことかもしれないですけどね。えなつ、でも、バッテリー関係は小さいことの積み重ねだから、谷繁、確かにそうですね。3人狙いは絶対だね。必死に優勝を目指す。えなつ、バッテリーといえば、あなたは横浜で大魔神佐々木一郎、かっこ、一郎スラッシュ、日米通算381セーブ、特に、中日では今年4月に通算350セーブを達成した岩瀬仁紀の、かっこ、岩瀬仁紀と組んでいる。どちらも日本を代表する抑え投手だけど、全くタイプは違うんだよな。谷繁、全然違いますね。でも、一つだけ共通点があるんですよ。えなつ、お、それはどんな？谷繁、優しいんです。二人とも、えなつ、打たれたら、俺が悪いんだ。キャッチャーのリードは悪くないと言ってくれる。谷繁、そうですね。佐々木さんなら、マリーとか、岩瀬ならすいませんでしたとか、謝ってくれます。えなつ、自分なんか、打たれたら、お前のリードが悪いんだ。しっかりしろ。って言いたくなったもんだけど、かっこ、笑い。谷繁、はっはっは、笑い。グラウンド上だけじゃなく、二人とも普段から本当に優しいですよ。えなつ、その優しい男たちが、日本の野球史に残るメールリーバーだもんな。あなたが育て上げた、という言い方は変かもしれないけれど、共に苦労して一時代を作ったと思う。谷繁、最初は僕が佐々木さんに育てられた方です。あのワンバウンドを止められるようになって、1回から9回まで全部出られるようになったんですよ。それまでは、佐々木さんが登板するとキャッチャーも変えられていました。えなつ、あのフォークボールを取るのは一苦労だったと思うよ。谷繁、もともと僕はワンバウンドを止めるのが下手くそだったので、でも、慣れればあれほど簡単なワンバウンドはないですよ。えなつ、そういうもんか。谷繁、佐々木さんのフォークは少し回転しながら落ちてくるので、軌道が一定で、そこに体を持っていけば止められるんです。他の人のフォークは回転が少なくて揺れたり、軌道の跳ね方も不規則で止めにくいんです。えなつ、それはもう、受けている人しかわからない感覚だね。じゃあ、岩瀬のスライダーは、谷繁、最初は難しかったです。横浜時代には打者として対戦した経験もあって、膝元に投げられたら消えるくらい曲がるという印象だったんですが、受けてみて、やっぱりすごいなと。えなつ、何もなければいいけれど、バッターが空振りした時は補給も難しいんじゃないか。谷繁、でも、岩瀬はコントロールがいいので、軌道に対してミットを出せばそこに来るんです。えなつ、それはあなただから言えることじゃないかな。ともかく、球審残る両投手と組んだ経験は大きな財産だし、今後にも繋がると思うよ。これからの谷繁の野球人生、どうなるかまだまだわからないと思うけれど、何か希望、願望はある。谷繁、希望ですか？いや、特にないですね。えなつ、今のまま、谷繁、はい、今と同じプレーができて、精神的にももうダメだと思わず、何よりチームに必要とされていれば、できるところまで現役でやりたいと思います。いかなく、かっこ、構成スラッシュ、高橋康之、撮影スラッシュ、五十嵐和弘、黒丸谷繁元信、黒丸えなつ豊か、二監督解任に踏み切れない絶不調、中日、治与家事情、デジタル大衆2013年5月29日、二監督解任に踏み切れない絶不調、中日、治与家事情、球場には木森道国別式と記された物騒な横断幕まで登場し、再開争いを演じている中日、シーズン途中ながら、木森道監督、かっこ、71、解任も時間の問題とささやかれているが、フロントには解任に踏み切れない事情があるという、話は落合前監督の解任に遡る、実績抜群だった落合氏の大人なだけに人選は難航していた、当時、実験を握っていた出たかし、かっこ、現球団代表は、権藤氏をしていたが、意見もまとめきれずにいた、結局、OB 会長、かっこ、当時で、落合氏とも良好な関係だったのさんに頭を下げて幕引きにしたんだよ、かっこ、スポーツ紙デスク、フロントの案内に負け、二監督も、2年だけなら、年々、了承したというのだ、監督就任も無理強いしたフロントが、解任に踏み切れないのも無理からぬことだ、それだけではない、今は誰がやっても勝てない、ブランコな対談し、落合時代に酷使された中津エースの浅尾が前線で立つ、ベテラン編長で、若手を育ててこなかったつけも出てきている、かっこ、満期者、重鎮 OB の寸志田茂氏も、落合時代の負の遺産を指摘し、二監督に同情する、巨人も V級の後、長島政権下で再開を経験したように、黄金期の反動は必ずあるものだ。
そうは言っても、プロの世界だけに、負けなければ途中解任の可能性もある。ただ、肝心の監督候補のみな、帯に短し立つ君教師、前室デスク、名古屋筋は立浪を救えな、強いようだな、彼には進展で少々問題がある、前道とか、かつての大エース小松の候補だな、オーナーが首を縦に振らない、同模様、現指導陣からの昇格だと渡辺和樹コーチ、井上博之コーチが有力ですが、役不足は否めない、前室満期者、二監督を解任したくともできない、これが中日フロントの本音のようだ、巨人阪神14年米開幕が白紙、中止問題難、2013年6月4日6時56分、試練から、巨人阪神14年米開幕が白紙、中止問題難、来年80周年を迎えるプロ野球の記念試合として構想が練られてきた、米国での巨人阪神開幕戦が行われない可能性のあることが3日、分かった、球界関係者が現状では難しいのではないかとの見解を示した、米国での公式戦開催は、かねて加藤コミッショナーが強い意欲を示してきた、巨人、阪神両球団でも前向きに検討と準備を重ねてきたが、困難な問題点が山積しており、現時点で開催については白紙だ、14年シーズンのアメリカ開幕は、来年3月中旬にドジャースタジアムで巨人主催の1試合、エンゼルスタジアムで阪神主催の1試合を計画している、巨人、阪神両球団の関係者は現地視察を済ませた、事前の練習期間を含めたスケジュール、行った場合の中止、入場券販売の方法などについて精査を続けている、だが、現状では、実施に向けて具体的な進展は見ていない、過去に実績のない米国での公式戦については、開催ありきではなく、成功裏に行動が行えるかやかを議論すべきだ、その客観的な意見が根強い、当初から調整のリスクが発生する、赤字となってまで行うべきではない、などの慎重な声が球界には多い、プロ野球行動に詳しい関係者は、アメリカで試合を行う明確なタイミングに中止、選手のコンディションの問題もあると、多くのハードルを説明した、来季日程を編成する担当者会には、例年7月末から8月上旬に実施される、交流戦の日程などについて、セパ両リーグで接触の余地があり、日程間に6月に先送り、米国開幕の件と合わせて継続審議する予定だ、今月10日にはプロ野球実行委員会が行われる、米国での開幕戦開催に向けた動き、2月下旬、巨人と阪神が開催を検討していることが判明した、阪神は3月下旬、職員2人を開催候補地のカリフォルニア州ロサンゼルスに派遣し、球場や宿泊施設などを視察、阪神堺オーナーは4月15日、いろいろな問題はあるけれど、やる方向で検討していますと開催意欲を示した、視察を終えて帰国した阪神南球団社長は5月なのか、あとは収支の問題だけ、数億円の赤字を出しても、やるにはあるのか、集客、コストなどを精査中、収支を叩いて6月くらいまでに、開催の可否を判断しなければと語った、巨人7の&阿部、乗り切れない打撃の裏に1月くWBCの影響、2013.06.04、巨人7の&阿部、乗り切れない打撃の裏に1月くWBCの影響、巨人は3日の西武戦、西武ドームに勝って連敗を5で止め、1日でセ・リーグ首位の座を阪神から奪い返した、しかし、5月5日には2に5.5ゲーム差をつけていたが、1ヶ月からずバタバタの展開に陥っていた、中でも7の久々外野手、28の打撃不振ぶりは深刻で、今更ながらワールドベースボールクラシック、WBC 出場の影響を指摘する声も出ている、宮脇弘樹、7のは3日の試合で1安打1打点で盗塁を決めたものの、打率230、出塁率290、3日現在、さっき、打率301、出塁率382と比べまるで別人だ、5月15日のロッテ戦の9回には逆転サヨナラ2塁打、同22、23日の楽天戦では2試合連続先頭打者本塁打を放つなど、何度も波に乗るかと思わせるが、なぜか続かない、打順もさっきは4月下旬から1番に定着したが、今季は1番が44試合のほか、5番で1試合、6番が3試合、7番も3試合と目まぐるしい、村田新一打撃コーチ、49はコーチの指導が至らないのだと思うが、打ってもらわないと困る選手、これでは点が入らないと嘆く、7の本人もなかなか点も取れなくて投手に迷惑をかけていると責任を痛感するが、2013年の打撃不振は WBC からと言ってもいい、もともと不調時は外角のボールになる変化球に手を出す悪癖がある、そのため外角球が遠く見えるようにという逆転の発想でホームベースから極端に離れて立つのだ、侍ジャパンのコーチの一人は国際試合のストライクゾーンは国内に比べて外角が広い、だから WBC では外角球を追いかけなければならず、そこから打撃を狂わせてしまった不振の原因も指摘、未だに切れせていないのだ、一方さっき打率340で首位打者に輝いた阿部慎之助捕手34は3日の試合で14号ソロを含む3安打2打点と連敗ストップの立役者となったが、今季は283で本調子とは言えず、僕自身がやれることをやっていないから負けているところがあると猛省したこともあった、実は首脳陣の中には攻守の要で精神的支柱でもある阿部の姿勢を厳しく問う声もある、とはいえさっきは満身創痍創痍ながら活躍、そのまま WBC に突入し侍ジャパンでも主将を務めた、休みらしい休みが全くない、慎之助だって人間だから時々疲れが伺えても無理はないでしょう、球団関係者との同情論も多く聞かれる、巨人の場合はチーム成績に直結するほどだが、他にも WBC の影響を引きずる選手もいる、侍ジャパンのエース広島前田健太投手25は2日、今季2度目の出場選手登録抹消となった、4月は右腕の張りだったが、今回は1日のソフトバンク戦で右脇腹痛を訴え、自己最短の3分の1回6失点で降板していた、球界関係者は前田健はオフの間に背筋を痛め、それでも痛み止めを打ちながら WBC に向けて肩を作ったと聞いたと明かす、それが本当なら強行軍の調整で WBC に間に合わせた月が今になって故障頻発の形で現れているのも頷ける、今季9試合で5勝3敗、防御率 2.20 と数字自体は悪くない、本来なら今季も賞レースの中心にいてもおかしくないだけに、前田健自身さぞかしもどかしい思いだろう、3連覇を逃したとはいえ慣れない状況での試合と調整を強いられた WBC は思わぬ形で乱世をもたらしているのかもしれない。